もです、つくもやよ。4月の8日、今日の六曜は赦光。祝い事は今日、昼前後のみが吉で、あとは今日。十巻は木のと、草鶴を示す影の木。土から芽を出したけど伸び悩んでる状態を示してる。十二支はイ、イノシシやね。影の水、木は枝だけとなり草は枯れる状態を示しとるんよ。ほんでこの十巻と十二支から読む音陽五行は水晶木、木は水に養われるいうことで蘇生、物事が順調に進むいう系や。赦光やけど蘇生言うて、まあどんな風に捉えるかいうのはあんたさん次第や。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほなまた